どうもめやです。どうもめっちです、はい。今日はアグロゼシカを、はい、もうレシピがいろんなところで公開されて、そうですね。安いんで僕も実はね、使って今遊んでる。めちゃくちゃ安いですよね。そうですね。初心者の方、まあ結構ね難しいんですけど、プレイングとしてはかなり難しいんですけど、うん、作成費コストが非常に安いので、はい、ぜひぜひね錬金石足りなくてあんまりデッキが作れないって方にもおすすめのデッキとなってますんで、はい、ぜひぜひ見てください。お願いします。対戦の後にもね、はい、デッキレシピの方を公開しますので、よかったら最後まで見てくれると嬉しいです。お願いいたします。それでは行きましょう。 GO! メイヤゲームズ、さあ行きましょう、はい、行きましょう。さあ相手はテリーですね。なるほど、はい、こちらアグロゼシカでございます。お願いいたします。はい、まずやはり1ターン目1コストのカードを狙いに行きましょう。はい、マジックフライいいですね。ただ、2ターン目相手多分2、3のユニットとか置いてくる可能性があるんで、はい、あ、いいですね。ほうほうほう、これステルス、あ、ごめんなさい、ステルス持ってるドロヌーバーというのがいいですね、はい、マジックフライもいいんですけど、ここモモンいきます。はい、メラゴーストはあれはどっちも返してしまうんですね。そうですね、はぐれメタルを見るんだったら残してもよかったのかなと思うんですけど、はい、うん、ちょっとここはただこれあれっすね、厳しいっすね。どうしようかな、これドロヌーバ出してもいいけど、マジックフライと、はい、これあえて、うん、あえてマジックフライとテンション上げて、はい、顔に行って、うん、でこのモーモンでマジックフライを処理させる。ああ、なるほど。でメラゴーストでその余った1を取るっていうのも、はいはいはい、まあわかんないです、モーモン相打ち取ってくるかもわかんないんですけど、うんうん、まあそしたらそしたでハグレメタル取れるんで、はい、まあこれ取れるのいいですね、うん、だからここはマジックフライでもよかった。あ、そうやって取ってくるのか、なるほど、高校だから、なるほど、顔に行きましたね。そうですね、うん、モーモンは顔と、はい、まあ、そしたら、下手くそでしたね。非常に。そうなんですか？ちょっと、いや、僕がですよ。はいはい。非常に嫌っすね。まあ、スキル打ったんで、うん、これドロヌーバでいいかな。これドロヌーバで、相手に、はい、処理させて、そこメラゴーストで取りましょうか。うん、これ多分どっちか、まあ、もうこっちだと思うんですけど、モーモン、はい、だと思うんですけど、モーモンがマジックラインに当たってくるんじゃないかなと思います。はい、なるほど、ここで剣をきちんと装備してきそうかな。あの剣は見てほしいですね。ああ、それだったらまだいいですね、はい、まあそうですね、ここで処理にしてくると、モーモン上から取って、はい、メロマンはリーダー攻撃、はい、まあ、これで、ごめんなさい、これ効率です、はい、こうモーモンに当てて、はい、効果で倒すと、はい、腐った死体がいるんですね。腐った死体は、はい、やっぱテリーが多いんで、うんうんうん、テリーの対策のために一応入れてます。なるほど、で今剣を求めて使ったと思うんですけど、はい、多分奇跡の剣を手に入れたんじゃないかなと思うんですよ、うん、でこう奇跡の剣多分使って、こちらドロヌーバ取ってくるんじゃないかなと思うので、奇跡の剣は4コスでしたっけ。はい、なるほど、わかんないですけどね。うわ、メラゴースト、メラゴースト効果で取られてしまうのは痛いですね。痛いですね、非常に嫌ですね。てかメラゴースト入ってるんですね、相手アグロテリーかもしれないですね。はいはいはい、うん、一気にサーベルってことは、なるほど、竹槍兵でメラゴスト、
伝の炎で焼き尽くしてあげる。メラミ撃つかどうか、そういうことですね。ここは撃たずでいきましょうか。なるほど、はい、除去に使う可能性もあるんで、そのユニットが出てきた時に取れるように。うん、そうですね、あの グレンが残ってればよかったんですけど、うん、グレンがないんで今。はい、強いな、はぐれメタル。モグラモグラテンション上げてくると、はい、これは完全にアグロって感じですかね。アグロテリっぽいっすね。うん、この腐った死体警戒なのか、武器をなかなか装備してこないです、ね、腐った死体警戒するとかあるんですかね。もう今単純に MP があれなのか、ユニットで使ってるから可能性としてはそれですね。ただ剣を求めて撃ってるんで、いや多分あれっすよ、あの雷鳴の剣持ったんじゃないですか。ああ、なるほど、はい、その可能性もあるのか。その可能性が高いですね。そうですね、逆に、はい、あ、撃ってくる、おお、完全に顔に詰めてくると。はい、これはこれで全然いいですね。はい、あ、来ますね、これ多分雷鳴の剣ですね、あれ。なるほどね、まあ、雷鳴の剣は、なんとか防ぎましょう。はい、待てよ、あ、いいか、これで、はい、で、撃ちます。トリド、これでメラミをもう一度デッキの手札、デッキの上に置くんで、はい、これで、まあ、相手手札ないんで、うん、多分雷鳴の剣なんで、そうですね、残ってる1枚は、まあ、何にしろ武器、そうですね、武器だと思います。ここで雷鳴の剣装備してくると思うんで、はい、なるほど、そしてで除去してくると、うん、これいいですね。したらいいですね、はい、腐った死体でなんとか間に合わせたい。かなり顔に詰められましたが、これはいいですね、非常にいいですね。さらにいちいち上げて、巻き返せそうな気はする。そうですね、はい、相手も手札が1枚2枚しかないので、まあ盤面これ処理されなければ多分大丈夫じゃないかなと。ああ、なるほどね、なるほど、これで処理はしてくると。はい、無理やり、はい、アグレメタルをショット。そして一食いサーベル、はい、これで手札を相手も全部使ってきてます、ね、はい、これ割といい勝負してますよ、はい、こっちか、ここと、はい、なるほど、竹槍兵も処理して、はい、いや、もちろんです、処理しないと。はい、メラゾーンはまだ打たないですね。まあ、打ってもいいんですけど、まあ、なんとなく気分の問題ですね、はい、いや、処理、あ、そう、こういうの処理、処理する可能性もあるんで。三日月よ、俺に力。これ2点入っちゃうんで、うん、容赦しないわよ。さあ、残り12、トップ勝負になってきましたね。お、ワタボいいっすね。ここ一応もったいないですけど、メラゾーマンかましてます。はい、でワタボいっときましょうか。はい、これで、盤面5点だと考えると、僕今テンション上げましたよね、この今上げましたですよね。じゃあまだ打たずで、うん、あ、いいっすね、バルゼルブ。おー、なるほど、これ相手リーダーに3ダメージ与えられるんで、4、5、6、6点プラス盤面が取られなければ勝利ですね。はい、面白い、あれが例えば武器カードでも勝利ですね。そうですね、処理してきたら必ず当たるんで、
まあアグロって言って、はい、顔ばっかりいくっていうイメージが多いかもしれないんですけど、うんうん、そんなイメージ、意外とあの盤面をしっかり取りつつ戦わないとどうしようもないのかなと思うので、はい、まあ、ちょっと僕は今回はちょっとやり、まあ、相手もアグロだったんで、うん、まあ、やりすぎというか守りが多めになってしまいはしましたけど、はい、普通に盤面を空にせずに、はい、ある程度はやっぱり盤面の取り合いはしっかりとしないと、うんうんうん、勝てないかなと思います。まあレジェンドランクでもやっぱりね、今レジェンド1位の方もアグロゼシカを使ってレジェンド1位だったみたいなんで、はい、そうなんですね、うん、なんでやっぱ強いと思いますので、はいはい、ぜひぜひ皆さんも使ってみてはいかがでしょうか。参考にしてみてください。ありがとうございます。はいはいはい、なんとか勝利することができました。はい、アグロテリーが相手だったんで、うん、まあ、ちょっとあの一色というか、はいはいはい、異例の戦いになっちゃいましたけどまあやっぱ盤面の取り合いになった時に、うん、はい、あのテリーはテンションスキルで攻撃して、まあ、同じ3点でダメージを与えることができるんですけど、はい、テリーは自身がダメージを受けてしまうの で、 そ、 うですよ、ね、そこの差で、うん、割と勝てたのかなっていうふうに思いますね。はいはいはい、まあ、あとやっぱメラゾーマとかも、まあ、全部僕顔に多分メラミとメラゾーマ今処理に全部使ったと思うんですけど、そうですね、ユニットの処理に使ってましたね。はい、盤面の取り合い、まあ、あそこまで完璧に、相手がアグロじゃなかったらあそこまで完璧に取らなくてもいいんですけど、やっぱ顔に行くタイミングと盤面のユニットを処理するタイミングっていうのは非常に大切かなと思います。そうですね、はい、で、まあ、レシピを見ていただくと分かると思うんですけど、はい、星1と星0が多くて、そうです、星3がまさかこれ、はい、ワタボーだけと、ワタボーだけですね。いやー、なので例えばリセマラーでワタボーを狙った人は良かったよね、うん、はい、あの簡単に本当に安い組めるんで、そうですね、組んでみていくかでしょうけど、僕あの腐った死体入れてるのは、はい、テリーがこれちょっと意外というか、テリーがかなり多いので、なるほど、そこのテリーをちょっとメタろうかなと思って腐った死体入れて、うんうん、3コスト3サのステータスっていうのは純粋に僕的に優秀だなと思って、そうですね、確かに、はい、あと今日出せなかったんですけど、はい、これ亡者の人玉、これもね非常に優秀で、あの相手がゼシカミラーの時とかに出すと、はい、あれ特技カードで処理できないんで、うん、メラミだったりメラゾーマで、ね、対象にできないので、はい、あのダメージ減になりやすい、なるほどなるほど、なのでこれは積極的に出していっていいかなと思います。はい、あと、まあ、なんだろう、ドルイドとかもやっぱり使い回せるんで、うん、そうですね、優秀で体力6あるのも結構優秀だったりしますね。はい、で最後活躍したベルバールゼブブ、はい、これもね召喚しただけで相手リーダーに3ダメージ、うん、メラミと同じダメージ与えられて、ね、でしかも体力5、あ、ごめんなさい、攻撃力5あるんで、はい、これも火力になるのかなと思います。うんうんうん、基本的にはやっぱ序盤から盤面並べて相手リーダーのライフをどんどん詰めていくっていう形のデッキになっています。なるほど、はい、ワタも欲しい、僕はワタも欲しいですか、はい、ぜひぜひ当ててください。そうですね、はい、というわけで、攻略情報などは下の、ね、概要欄の URL から見ることができますので、そちらも合わせてご覧ください。チェックしてみてください。はい、毎日動画投稿しています。チャンネル登録、高評価の方もよかったらお願いいたします。お願いいたします。というわけでご視聴ありがとうございました。ます。また次回見てくれたら嬉しいです。またね。バイバイ。